レイミゼラブル。ビクトゥル融合。前回の続きからです。彼は自ら通ってみた。果たして人類社会は。あるいはその不道理なる不注意を。あるいはその無慈悲なる警戒を。 各人に同じく受けさせるの権利を有するを得るであろうかそして欠乏と過重との間に仕事の欠乏と刑罰の過重との間に哀れなるものを捉えるの権利を有するを得るであろうか偶然によってなさるる財産の分配に預かること最も少ない人々をためにまた最も容赦すべき人々を 社会はまさしく核のごとく待遇するとするならばそれは不法なことではあるまいかそれらの疑問が提出されて答えられた彼は社会を裁いてそれを罪ありとした彼は社会を罰するに自分の憎悪の念を持ってした彼は自分の受けた運命について社会に そそのの責任があるるとととななし、他日躊躇することなくその席を問わんと考えた。自分のなした損害と人が自分に加えた損害との間には平行を書いていると自ら宣言した自分の受けた刑罰は事実不正ではなくとも確かに不公平であると結論した。 憤怒は愚かにして不法なるる。こともある人は不当に怒ることもあるしかしながら人はどこにか心の内に道理を有する時にしか憤慨しないジャンバルちゃんは憤慨の気持ちを覚えたのであったそれにまた人類社会が彼に成してくれたものは悪のみであった 彼はかつて社会については社会が己の正義と称して打撃を与えんとする者に示すところのあの恐るべき顔しか見なかったのであるすべての人々はただ彼をサイナマンがためにのみ彼に接触した人々との接触は彼にとっては皆打撃であった。 未だかつて、将にたりし時より、母の膝元にありし時より、姉に育てられし時より、彼は親しい言葉や親切な目に出会ったことがなかった。苦しみより苦しみへと過ぎるうちに、彼は次第に一つの信念にたどり着いて、人生は戦いであり、その戦いにおいて、自分は、 敗北者であると思うに至った。彼はその憎悪を除いては他に武器を有しなかった時計上においてその唯一の武器を磨き時計上を去りながらそれを携えゆかんことを彼は決心したのである通論にはシュートのために インヨランラタン派の京都らが経営している学校があった不幸なシュートらのうちの志ある者に最も必要な事柄が教えられた彼はその志ある者の,のうちの一人だった40歳でその学校に行ったそして読むことと書くことと計算することとを学んだ 彼は自分の知力を強固にすることはすなわち自分の憎悪を強固にすることのように感じたある場合においては教育と巧妙といえども悪を助長する助けとなることがある口にするも悲しいことではあるが彼は彼の不幸を作り出した社会を 祭壇した後に社会をつくった天王も祭壇した彼はまた天王も罪ありと断じたのであるかくて苦悩と漏役との十九年の間に彼の魂は同時に上がりまた落ちた一方からは巧妙が入り他方からは暗黒が入ってきた前に行ったごとく ジャンバルちゃんはその性質が悪ではなかった時計上に入った時でさえ彼はなお善良であったしかし彼はそこで社会を非難しそして自らは悪意あるものとなったのを感じた彼はそこで天を非難しそして自らは不信の徒となったのを感じた ここでしばらく多少の考慮を費やさざるを得ない人間の性質は核のごとく根本より全く変化し得るものであろうか神によって善良に作られた人間が人によって悪くなされ得るものであろうか人の魂が運命によって全く改造せられ運命の悪しきがゆえに 魂も悪くなることがありえるであろうか。あまりに低い天井の下にあって、人の背骨が湾曲するごとく、人の心も過重の不幸の圧迫のもとに形ゆがんで、富士の醜さとふぐとに陥ることがあるだろうか。ある本来のひらめき、この世において腐敗するを得ず、かの世において、 不死なるある聖なる要素。善によって発展させられ、あおられ、点火され、燃え立たせられ、三然と輝かされるところのもの。悪によっても、決して、全く消されることのなきところのものが、すべての人の心の内にないであろうか。そしてまた特に、ジャンバルちゃんの心の内にそれがなかったであろうか。 「それは重大にして困難な問題である。そしてこの終わりの問題に対しては全ての生理学者はおそらくいなと答えたであろう」「ことに通論において休息の時間にある彼を見たならば躊躇するところなくいなと答えたであろう」「その休息の時間はジャンバルジャーにとっては無双の時間であっ 彼は両腕を組んでろくろの絵に腰をかけ地面に引きずらないように鎖の一端をポケットにねじ込んでいた。憤怒をもって人間を眺めている法律によって先民に落とされ原告に天を眺めている文明によって呪われたるその囚人は引き締まった顔をして鎮鬱に黙然と 考えにふけているのであった「確かにそして我々もそれを隠そうとは思わないが観察者たる生理学者はそこにいすべからざる惨めさを認めたであろう」「おそらく彼は法律によってなされたその病人を憐れんだであろう」「しかし彼は治療を試みようとはしなかったであろう」 その男の魂のうちにほのみえる洞窟から彼は目をそらしたであろうそして地獄の入り口におけるダンテのごとく彼はその男の生涯からあの一号を消したであろう神の指によってなお全ての人の額に書かれているその一号希望の号 我々が今解剖を試みたかかる魂の状態は読者に我々が伝えんとした程度だけでもジャン・バルジャンにはっきり分かっていたであろうかジャン・バルジャンは自分の精神上の惨めさを形作っているすべての要素をその形成の後にはっきり認めていたであろうかもしくは形成せられるに従って はっきり認めてきたであろうかこの荒々しい文盲な男は相次いで起こりきたったその思想を自らはっきり意識していたであろうかその一連の思想によって彼ははや多くの年月の間彼の精神の内海であったその悲しむべき光景にまで次第に登りまた 下っったたのではあったが彼は彼のうちに起こったすべてのこと彼のうちに動いたすべてのものについてはっきり自覚していたであろうかそれは我々のあえて言えないところである我々の信じないところでさえあるジャンバルちゃんのうちにはあまりに多くの無知があったので多くの不幸の後でさえ 彼のうちには多くの空爆たるものが残っていた。時としては自ら感じていることさえもはっきり自ら知っていなかった。彼は暗黒のうちにあった。暗黒のうちにおいて苦しんだ。暗黒のうちにおいて憎んだ。いわば己の前方を憎んだのである。 彼は常にその影のうちに生きていた。盲人のように、また夢見る人のように手探りをしながら。ただ時々、憤怒の衝動が、過度の苦悩が、そして彼の魂の隅々までを照らす青白い急速な光が、彼自身からか、または外からか、突然に襲ってきた。 そそしてその恐ろしい光の輝きで急に彼の前にも後ろにもそしてその周囲たるところに自分の運命の呪うべき絶壁と暗淡たる光景とが現れてきた先光はすぐに去って夜はまた落ちてきたそして彼はどこにいたのであるか自らもはや それを知らなかった。無慈悲なるもの還元すれば人を愚昧にするところのものを最も多く含有するこの種の刑罰の特色は一種の猛然たる変容によって次第に人を野獣にかせしむることである時としては人を猛獣にかせしむる ジャンバルジャンが相次いで行った必要な脱獄の計画は人の魂の上に法律によってなされるその不思議な働きを証明するに十分であろう。ジャンバルジャンはもしその計画が全く無益で愚かであるとしても機会のある限りは必ずそれを繰り返したであろう。 そして彼はその結果については少しも考えずまたすでになされた経験についても少しも考えなかったであろう彼は檻の開かれているのを見る狼のようにただむやみと身を逃れようとした本能は彼に言った逃げよと理性は彼に言ったであろう 止まれと。しかしながら各強烈な誘惑の前には理性は影を潜めてしまっていたそこにはもはや本能しかなかったのであるただ銃声のみが働く再び捕らえられた時新たに課せられる過酷さはただ彼をますます荒立たせるのみであった。 ここに漏ららしてはならぬ一時は彼が強大な体力を有していて時計上のうちの何人も遠く及ばなかったことである漏液においてケーブルをひねりまたはろくろを巻くのに彼は4人分の価値があった時には莫大な重量のものを持ち上げて背中に支えたそして場合によっては重機重器の代わりをした ついでに言うがこの機銃器は昔はオルグイユマンと言われたものでパリの市場の近くのモントルグイユ街はそれから由来した名前であるさてジャン・バルジャンの仲間は彼を機銃器のジャンとあだ名していたかつて通路の市長のバルコンが修繕される時そのバルコンを支えているピュゼの有名な 腎臓中の一つが緩んで倒れかかったことがあったちょうどそこに居合わせたジャン・バルちゃんはその腎臓中を肩に支えて職人らがやってくるまでの時間を保った彼の身軽さはまたその協力にも混ざっていたあるシュートラは常に脱獄を夢見てついに体力と クダとを結合して一種の立派な学問を作り出すそれは筋肉の学問である不思議な力学のあらゆる方式が永久にハエや鳥を羨む彼ら宗トらによって日々適応せられる垂直の壁をよじ登りほとんど何らの突起を見いだせないくらいのところに足場を得ることは ジャンバルジャーにとってはわけもないことであった。壁の一角をあたうれば背中および両すねの緊張と石のへこみにかけた両肘および両のかかとを持って魔法でも使うように4階までも上がることができた。時には時計上の屋根までそうして上がることがあった。 彼はあまり口をきかなかった。笑うことはなかった。ただ年に一度か二度、極度の今日を覚えるときに悪魔の笑いの反響に似た、舟斗特有の沈痛な笑いをふと漏らすことがあるきりだった。見たところ彼は何かある恐ろしいものに絶えず眺めいっているがようだった。